やわからんすよね正直。正直無理でしょここ通るので、戻るのも無理なんすよ。ほら、ちょっと待って、これどうしよう、調べようかな本当に。序盤ですけど無理ですわ。いや、全部の可能性を潰してると思うんですけどね。下の梁も通れるんじゃないかってのも試したと思うし、一針当たっていくか。じゃあちょっときついぞこの謎解きは。ね、すぐ乗るからいけないのかな。ちょっと一回一往復させるか。じゃあどう、関係ないか。乗って帰ってくるとかどう？関係ないね。あれルートが間違ってんすけ、やっぱ。いやーもうこれ以上ルートないと思うんすけど。いや無理よ無理よ、もう。いやもう無理だよ無理よ本当。いや無理よこれ。どうすんのこれ。ちょっと待ってね、どこも守れるとこないですよね。なんかこれを飛ばしてからじゃないといけないとか、そんな意味のわかんないこと言わないよね。わからない。隠れるとこないってことは、ここは間違ってんのかな。やっぱ間違ってんでしょうね。隠れるとこないっすよね。セーブのマップ、マップ、どういうことですか、マップって。一つだけ大きい針。え？どれっすけ？大きい。
あ、上ですか。あ、上無理ですよ、上は。頭使うしか無理か。いや、全部一緒に見えますけどね、僕には。いやいやいや、あれか。確かに1個だけでかいっすね。でもいけないからね。真ん中の一つ左。こうか。あー、そういうことね。これか。これの上ってことね。なるほどね。そうきますかね。あー、そしたら、あれだ。そしたら、これっすよ。これ。違うわ。もう一個先か。やっぱ針、やっぱ針に当たるか当たらないかチェックか。行く前に飛行機で潰されるから、いや、飛行機に潰されるから、飛行機をかわしながら下に落ちろってことかな？いや、多分針ですわ、ほんと。ちょっと針に全部当たるか。いや、針じゃないのかな。でもそれしかないっすよね、多分。いやー、もうこれやばいわ、これほんと。わからん。これはわからんさ。まあ、マジ。あ、いけない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 。調べたもん。このことですよね。こことあっちの降りるところはもう調べたんすよ。ここも行けないです。ほら調べたんすけど、もしかしてさ、もしかしてよ。いや、あのね、上は無理だと思うのよ。もしかしてさ、こっちとか言わないよね。そうそうそう。常識が通用しないゲームだから、いかに確かに常識を疑うかゲームですね。こことか。そうそうそう、血まみれですよ、血まみれ。
でもそういう風にしていくしかないと思うんですよね。上かな、でも上ないっすよね。上はないのよね、問題は。いや、やんないやんないやんない、もうあれ、それはない、それだけはない。あの、もうちょっと疲れてるもん。あの、どこかわからない、あの、技術的に難しくてやるんだったら、あの、ちょっとずつ上手くなっていくからいいんですけど、飛行機撃つか、いや撃つか、あ、ダメですダメです。あ、ジャンプして狙うか。じゃあそれはありですね。ちょっとジャンプして狙ってみますか。それはやってないな。マジかー。いや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 、飛行機やっつけたところでさ、いや、コックピットやっつけたところで関係なかったっすよ。いや、でも飛行機を潰せたってのはもしかしたら進歩かもしんない。潰すのが遅かったかもしんないから。いや、今結構早かったよね。もっとか。もっとか。でも結局あの炎が来ないと、マジっすか、すごいね。倒して、はいはい、あれ？どういうこと？これどうすればいいの？いや、あれ？変えるのかな？あー、そういうことか。オッケー。いや、そりゃそういうことか。じゃああんまり早く、マジか、それ無理やぞ、それマジか、このゲーム。いや、飛行機を倒せないってかわすもんだっていう認識が間違ってたのか。しかもあれをかわせちゃうからいけないのね。ジャンプして避けるのね。オッケー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 、来た、やっと来た。こら無理やぞ。いや、これ無理やぞ。いや、思いつきでもすごいっすわ。助かります。あー、こんな感じね。こんな感じでかわしてもう一周するんや。わかったでー、もろたれ。もっと早くか。もろたでではあるんですけど、おし、きた。あー、よかった。何やねん、今の。いやいや、待てって。いや、え、どうすんのこれ。
ピョピョン。ウルトラマンはいいんだけどさ。ああ、なるほど。ああ、だ、腹立つこれ。うー、なるほど。あっつ、あっつ、ウルトラマン、ウルトラマン、どうすればいいんでしょうか。あ、わかった、下か。オッケー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 、わかったぜ、こうだ。で、あの魔法の杖みたいなのを取ればいいんだね。いやー、ワイリーの曲、いやー、やらかしたー。ウルトラマン、ウルトラマンセブン。いやー、歌が、曲が最高なんで、これはまだテンション上がりますよ。ウルトラマン、ウルトラマンセブン。あはは、おい、やっとね、やっとまともな曲が来ましたよ。ウルトラマンセブン、ワイリーステージの名曲ですよ。やっぱこの曲だね。あ、そうなの？どんな曲？へい、これは？え？あー、なるほど。なるほどね。嫌な予感しかしないですね。え、これどうすんの？絶対変なことになるよね。あ、オッケーオッケーオッケー。マジか、これ。マジで言ってんのけ、これ。かわしてトントンって上に乗れってことか。求めるね、このゲーム。求めるわ。ちょっと待て待てや。うまくはなってるけど、あっちの右のところに行くのはさ、無理よ。ピャーン当たるんで。ピャーン当たるの、どうやって返すればいいのかな。この次が下手やで。この次どうすんの。おら無理やってこれ。無理っすよ。
二段ジャンプできたと思ったのに。あーやってみようか。上からスカイダイビングしようか。バンジージャンプ上から。高いところから落ちれば落ちるほど、向こうに出ていた時の速度が遅いかもしれないもんね。全然わからん、全然わからん。よし。いやいやいや。いやいや。いや、むずいぞこれ、ほんま。無理かも。無理かもしか言ってないけど。これがまだ序盤って思うとちょっと恐ろしいですね。確かに絶妙な指さばきで移動するしかないってのはわかるんですけど。マジかよ。かわしてトンって上に乗るんだよね多分。もうやり続けるしかないねあれは。あぶ。ああ、むずすぎるぞ。ふう。かわして右ね。かわして右。かわして右。かわして右。真ん中を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 かわして右。で、トン。真ん中をかわして右でトンね。真ん中をかわして右でトン。真ん中をかわして右でトン。真ん中かわして右でトン。惜しかった、今。ちょっと試したいことがあるんだけど。でもね、多分ね、二段ジャンプできないんだよね。やっぱちょっと、ブレーキかけながらか。ブレーキをかけながら上に行かないといけない感じですね。ブレーキかけながら右ね。ブレーキかけながら右。いや、もう、いけるかな。ブレーキかけながら右ね。ブレーキかけながら。ジャンプできんのかなあれ。わざと右に引っかかってジャンプかな。まあやってみるか。あれ、くそ、腹立ってきた。変わって右に引っかかるから、引っかかった時にジャンプしてたら乗れるんじゃないのかな。ダメかな。でもトライするしかないもんね。
あー早かった。かー、もう集中の集中よね。本当に絶妙な指さばきが求められるんで、ここから横にフォンっていけりゃいいのにな。絶妙な指さばき。うわマジで言ってんのこれ。かわし、もう入ったし、もうコンマ何秒の世界なんで、行くっきゃねえか。でも、ああいや本家の5倍難しいし、難易度もハードにしたんすよ。あえてハードにしてるんで、それはもうハードですわ。この後もセーブがあるかも怪しいですからね。うわー、はいや、無理かも。こうね、ブレーキがかかりゃいいんですけど、ブレーキがかかんないのよね、あれでいくと。あ、2段ジャンプいけんのか。わかったわかったわかった。あれどうなったら、あれ2段ジャンプが使えるときと使えないときの違いがわかんない。ちょっと待ってね、2段ジャンプ、ちょっと待ってくださいね。いや一応これオマージュ作品だから、でもここまで難易度が高いとは思ってなかったっすね。まだ序盤よ。もう普通にできなかった。かわしてジャンプね、かわしてジャンプね、集中かわしてジャンプ。どのタイミングで押したらいいかっていうのを一個一個検証するか。上から降りるとまずいんじゃね？あ。いろいろ試しますね。多分、何かしらあるんで。でも上から落ちてくる方が正しそうだな。上から降りると二段ジャンプが使えると思うんで、ギリギリまで、ブレーキをかけて2段ジャンプで上に乗るのが正しいんじゃないかな。自分で難しくすぎな気がするな、さっきから。あんまりブレーキは意味がないのかな。で、じゃあ次は2段ジャンプができるかを試そう。次は2段ジャンプができるかを試しますね。あ、しくったい。
多分2段ジャンプできると思うんすよ。次は2段ジャンプができるかを試します。一個一個試そう。さっきみたいに飛行機の時みたいにどえらいことになるんで、多分2段ジャンプできると思うんすよ。あれ？この生き方で合ってんだよね。ちなみにさっきのやり方、さっきのじゃないっすけど、この生き方で合ってんすよね。まず根本的に、今のは惜しい。you